死刑囚日光ジェンキンスの犯罪。彼は現在36歳で、懲役450年と死刑の罪で刑務所に服役中である。彼を理解するために彼の生い立ちから話していくことにする。彼は、アメリカ西部のコロラド州で1986年9月16日生まれのアメリカ人だ。 彼の両親は内縁関係でデビッド・ A ・マギーとロリ・ジェンキンスで父親は18歳の少年の頭を銃で撃った傷害致死など母親は強盗や窃盗などの複数の犯罪の前科がある犯罪者である。彼の親戚、兄弟、姉妹、 いとこ、おじ、おばなど一族の38人は犯罪者で40年間で640件以上の刑事犯罪を犯している最悪の一族と言われる。彼の最初の逮捕は、7歳の時に学校に銃を持って行き捕まることだが、それまでにも窃盗や暴行の常習犯だった。 その後、グループホームと呼ばれる少年犯罪者更生施設に入所するが、グループホーム内でも暴行事件などを繰り返し、母親の元に返される。その後も暴行事件を繰り返し行っており、1998年の12歳の時に、ナイフを使った暴行事件で少年院に送られる。 少年院でも暴行事件など問題行動を繰り返し行い、3年後の2001年15歳の時に少年刑務所にあたる青少年リハビリテーションセンターに送られる。16歳の時に出生して両親のところに帰るが暴行や窃盗を繰り返す。 2003年18歳の時にショットガンなどの銃を使った強盗事件で車など金品を奪い刑務所行きになる刑務所内でも暴行や暴動などギャング活動を行い刑期合計は21年6ヶ月になっただが2013年に刑期を半分残し28歳の時仮出所となる 仮出所となった1ヶ月後から懲役450年と死刑になる強盗殺人事件などを行うのである。1件目の強盗殺人事件は、2013年8月11日午前5時ごろパトロール中の警察官が公園に止まった車の中に2人の射殺遺体を発見する。被害者は、 ホワン・ウリベペーナ、26歳とジョージ・カジガ・ルイズ、29歳で所持金が奪われており、強盗殺人事件として捜査が開始される、ジェンキンスと面識はなかった。2件目は、2013年8月13日午前7時に夜勤帰りのコンビニの店員が民家のガレージの前で男の射殺遺体を発見する、被害者は、 ジェンキンスの刑務所仲間だったカーチス・フラットフォード22歳とわかる3件目は同年8月21日午前2時15分に男に銃で撃たれたと通報したバーテンダーで3人の子どもの母親のアンドレア・クルーガー33歳で駆けつけた警察官によって発見されたが複数回撃たれており死亡していた 彼女は仕事帰りでその時、奪われた彼女の車は、翌朝6時30分に、19キロメートル離れたところに乗り捨てられ放火されていた、ジェンキンスとは面識がなかった。同年8月30日にジェンキンスが、強盗殺人事件とは別のテロ脅威の罪で逮捕される。逮捕された際、 所持していたショットガンとスラグ弾と言われる特殊な弾丸が一連の殺人事件に使用された弾丸と一致したその弾丸はかなり独特なものでありまたクルーガー殺害の際監視カメラの映像に映っていた人物がジェンキンスであると判断した しかも、ブラッドフォード殺害の前日、ブラッドフォードはジェンキンスと一緒に写っている写真をフェイスブックに投稿していたことが判明した。同年9月3日、8時間の尋問の末、ジェンキンスはこれまでの4件の殺人を自白した。2014年2月19日、ジェンキンスの裁判が行われると、 弁護士はジェンキンスが統合失調症と双極性障害、脅迫性障害に苦しんでいると述べた。裁判官はジェンキンスへの精神鑑定を命じ、精神科医が診察したところ、ジェンキンスは反社会性人格障害であり、精神病の症状は偽っていると結論づけた。裁判でジェンキンスは常にふざけた態度で臨み、 検察が事件の詳細を語っってていいたた際は笑っていた同年4月16日4人の殺人でジェンキンスは有罪判決が下された同年8月11日ジェンキンスに刑が言い渡される予定であったがジェンキンスの精神状態が死刑判決を理解できるかどうか判断するための聴聞会が行われ無期限の延期となった そして、裁判官は医師が判断するまでリンカーンリージョナルセンター精神病院にジェンキンスを収容するよう命じた。2017年5月、3人の裁判官によりジェンキンスには死刑が言い渡された。また、その他の罪で懲役450年も言い渡された。 このジェンキンスによる犯行は、ネブラスカ州の歴史上最悪の殺戮と言われている。強盗殺人事件の自供を始めるが意味不明な言動や態度を繰り返す、裁判中も同じである。未成年で刑務所に入り、成人して28歳で仮出所した数週間で4人を射殺し、金品を奪う複数の事件などを行う。 ジェンキンスは、成人してから数週間しか一般社会におらず、戻ることはない。わずか10日間で4人を射殺したジェンキンス。ジェンキンスを診察した医師によると、ジェンキンスは反社会性人格障害だとされたが、その犯行はまさにそうだろう。この凶悪さは典型的なサイコパス型殺人鬼といえる。 ジェンキンスは両親の名前は分かっているがどのような生活環境だったかよくわからない。ただ、11歳の時にグループホームを追い出されたとあるので、すでに入っていたということになる。そう考えると両親に捨てられたり虐待されていた可能性が高く、ジェンキンスの異常性はそれらが原因かもしれない。 ジェンキンスの犯行はおそらく強盗目的だと思われるが、実際そうだったのかよくわからない。ただ、単に殺人など凶悪犯罪を楽しんでいた可能性も高い。ジェンキンスの服役中の行動も機械で不可解である。アポフィスの神に命じられた、と自身の気候の理由を説明するのは、ジェンキンス死刑囚だ。 4人を殺害したとして死刑が確定し、アメリカ・ネブラスカ州刑務所に収監されている。彼はなんと殺人だけではなく、自身のペニスを神への捧げ物として切り裂いたのだ。すぐに手術が行われ、ペニスを27針も縫うことになったが、激痛を味わいながらもジェンキンスは一命を取り留めた。 ジェンキンス死刑囚は以前にも、自身の舌を邪神であるアポフィスのようにするため、整形しようと試みた前科があり、ペニス切り裂き事件はその数ヶ月後に発生した。また、ジェンキンスはペニスを切り裂くと同時に、自身の頭部に悪魔を表す666の数字と、サタンの文字を彫り込んでいたそうだ。 入所以降、独房に入れられており、さらにひげ剃りを禁止するなど、刃物には触れられないよう厳重な監視が行われている。しかし、これにもかかわらず、自傷行為を頻発、刑務官たちはどこから刃物を入手しているのか検討がつかない状態だという。現在 ネブラスカ州では廃止された死刑制度を復活させるか否かという住民投票が行われており、ネブラスカ州の検事はジェンキンス死刑囚は心身喪失と自責の念の現れを装い、刑の原型を目論んで自傷行為を行っている可能性があるとコメントしている。あなたは、このジェンキンスというモンスターを理解できたかな